カピカ、溝ないでしょ、これほら雲みたいな、ほら、溝ないの、これマジェスティの、最新モデル、マジェスティロイヤル、マジェスティロイヤル、超お高いやつでしょ、これさらに高いのもあるんだけど、プレステージをロイヤルは、あの、割とリーズナブルなマジェスティ、ロイヤルね、マジェスティスタンダードがいくらかわかんないですけどって感じるから不思議ですね今年の9月に発売になります、10万円からスタートマジェスティってものすごいこう高級路線で、もう素材も何ももうこれ以上ないですっていうイメージですけど、その認識で当てる詳しいね、僕それが今のあれしかないですよ、はい、まさにそんな感じ、まあ要は僕これを僕がマンブリするようなクラブじゃないんですね、そもそもが全くわかんない。とりあえず打ってみる。割っちゃって肩回してるよ。行くぜ。メーカーさん悪いのはこの人です。うん、おーナイスボール。これお辞儀してる。初めて。2000だったし。いや、何にびっくりしてるって、フェイス面に自分の顔が映る。でも構えた感じはもう、本当にこう、癖のない、ちょっと丸顔のいい感じの顔ですけどね。やっぱお辞儀する。なんかね、打った感触すごいこう、分厚いっていうか、あのとってもこう、感じのいい打感ですよ。乗っかる。スピード少ないですね。いや、43の人で250、まあ、43も出すなって話ですか、これ。いやいやいや。でも一応これ S シャフトなんですよ。うん。40ぐらいは。これ面白いね。なんか今までになんかまたない感じの。なんだろう。打感の分厚い感じ。シダル TV でマジェスティやることないでしょって思われがちだと思うんですけど。いや、今回、あ、マジェスティあるんだみたいな感じですよ。あのね、何を書くとマジェスティゴルフさんから連絡が来て、撮ってくれって言うんですよ。で、いや、マジェスティのユーザーと、ありがとうございます。うん、マジェスティのユーザーがシダル TV、見てますかねって言ってまあ別にシダル TV の見てる人が貧乏とか言うそういうわけじゃなくて、あ、問題発見、あのいつも小山さん言うのをそっくり返りましたなんちゅうことを言うんだっていうねまあシダル TV 見てる人はみんなお金持ちなんだけどマジェスティのユーザーじゃないかなと思ったんだけど、まあ打って見てほしいっていうことなんで、ちょっと打っていい、ちょっと捕まったんですよ、だからシダル TV にわざわざ打ってほしいっていうことはこういうのを期待しているんだろうなっていう、ね、すぐ忖度、違うと思う、すぐつい、いや見てくださいよ、294って話とかですよ、294出たよ、やっぱり270ある、ちょっと待って、これエースドライバー企画に出せばいいじゃんこれエースピード50出ちゃってるしね、これなんだろう、振りやすい、これエースドライバーの曲に間に合わなかったね、これいきなりちょっと柔らかい、軽いからね、うん、だからヘッドフィード出やすい、この前にさ、ロイヤル SP、マジェスティロイヤル SP っていう青いセットのやつが出てて、はい、あの、キビちゃんとかが宣伝してたやつ、そう、初速王になるっていうやつで、これすごいじゃん、あ、飛んでる、そしてスピンがね、少ない、石さんが打つにしては少ない、
すぎるほどに2500以下だ。ちょっと落としてみましょうか。そうスペック 9.5 度 9.5 です。 9.5 の S、 46.5 インチって書いてある。40ぐらいで打ってみましょうか。球当たんないんじゃないの、そんなね、低スピンで。スピン少ないよ。楽しくなってきて。本当？やってみるもんだね。いや、とってもハイクオリティ。ハイクオリティ。もうとにかくライナーで飛ぶね。もちろん 10.5 とかもあるわけじゃないですか。その辺はね、いろいろこうその方に合わせていただければと思うんですけど、スピンがとにかく、いや僕はこれはそういうクラブじゃないのは知ってますけど、これはスピンちょっと右行っちゃったね。あ、でもヘッドスピード出てる。初速出るよ。今捕まえたらもっと飛ぶんじゃないか。はい、飛ばしてみましょうか、せっかくなんで。ちょっとね、捕まえるののタイミングが難しい。あ、これいったな。なんか球がねじファンフワしてる。22、うん、いや、キャリー270がいくわけですから。すごいこれ。いや、このシャフトが僕があんだけ振ったって耐えられる、かつちゃんとヘッドスピードを遅くしても。いやー、いい球、落ち着いた。すごいですね。よくできて。いや、正直な話、そんなに打つ機会は今までなかったんですよ正直に言うとね。ほら、いいゴルフ場に行って自分のこうキャディバッグを見たら横が全部マジェスティみたいなことはありましたけど、すごいですね。セットで200万ぐらいするとさ全メンバーさんのさ、メンバーになってるゴルフ場に一節ずつ置いてる人とかいるもんね。セットで200万もするの？するでしょ。するか。するのか。うん、それがマジェスティだ。でも一人はお金で買えるんだよ。買えますね。ロイヤルはそこまでのお金持ちじゃなくて割とフレンドリーに変える。いやここまで来たらじゃあそのスピンも打たせてもらえませんかって思いますけどね。シャフトもねめちゃめちゃこだわってて、超低レジン極薄カーボンプラス、はい、超高断線78トン極薄カーボン。あのシャフトが全然こう頼りない感じとかふにゃふにゃした感じは全然しない。なんか割とこうオートマチックなシャフトなのかな。何でも対応してくれるの？50で打ってついてきてるんだからすごいですよ、はい、で軽く打ってもこんな感じでしょ。38.5 でどうですか。いやスピン増えないね。ね、これは新しい新発見ですね。本当ですか。値段なりの、うんと値段は見ないことにします。値段以上の性能がある。でもさ、ヘッドにさ、そうですね、カスタムシャフトつけたらさ、まあ、12万円とかするんだから、まあ、そんな変わんなくなる。いや、突然これを自分の家に買ってって言われたら困る。いや、ちょっと待ってもらっていいですかって。お辞儀してるよ。これ名古屋の松坂屋に取材行ったことあるんだけどさ、はい、もうとてつもなくマジェスティが売れるらしくて、お金持ちばっかりだからそれこそ和合とかさ、それはあの嫁入り道具にマジェスティじゃん、そういうあれじゃなくてですか。和合とか三好のメンバーさんとかたくさんいて、みんなマジェスティを知って、で外商の人が売りに行くんだって。なるほど、うん、めちゃめちゃ売れるらしいよこれは。300いったんじゃねえか。外出ちゃうんだから、中華のあたりにある、ね、この冬場にすっげー嬉しい今の。いったね、イエーイ
マジかよ、過去最高クラスだよこれ、ね、これはやばい、すごいね、あれエースドライバーマジスティすごいよ。そんな忖度いらないのにすごい数字が出たぞね。これは300来たんじゃねえか、そこ出た、あの中間あたりこの冬場に、すっげえ嬉しい今の、イエーイ。